畑次郎君、立憲民主・社民の畑次郎です。まあ、今、小西委員から、大変大事な。四十三兆円を超える。この防衛予算について、やっぱりしっかりと内容を私たちも承知しない限り、なかなかまともな審議ができないというのは、もうおっしゃる通り。ですので、ぜひともあの今後とも説明をお願いしたいと思います。あの早速ですが、朝廷に関するシンガポール条約について質問させていただきます。本条約は国際商事。 紛争を解決するために調停人の支援を得て、紛争当事者同士が書面で締結した国際的な和解合意について適用されると理解しております。まず、本条約と経済連携協定の関係について伺いますが、CPTPP などの経済連携協定には、協定の解釈適用に関する国対国や国対投資家の紛争における調停の利用について規定しているものもあると承知していますが、 このような調停にも本条約は適用されるのか、政府参考人のご説明を求めます外務省、経済局長、はいえー、ご指摘のとおり、えー、我が国が締結しております経済連携協定には、えー、国対投資家の紛争における調停の利用について規定しているものがございます。えー、例えば、えー、ご指摘のありました CPTPP でも、そのような調停の利用に関する規定を設けてございます。 経済連携協定に、えー、の関連する紛争において調停が行われた場合、当該調停による和解合意がシンガポール条約の締約国において執行されるべき内容であり、かつ、障子紛争に関する紛争であるなど、同条約が規定する要件を満たす場合には、当該締約国における執行について、シンガポール条約が適用されるというふうに考えてございます畑次郎君。 あの本条約は、経済連携協定との、本条約と経済連携協定との関係というのは、特に経済団体にとっても重要な論点だと思いますし、ああ外務省からしっかりとした説明を経済団体に対しても行っていただければと思います。あの外務省の資料によると、本条約の早期締結の必要性が記載されておりますが、これは国際調停が国際仲裁と並んで、 重要な紛争解決手段となっているからなのと理解しておりますが、まあ、そうであるならば、外務省には国際調停の活性化に向けた環境整備まで主体的にお取り組みをいただきたいと思います。その点で、国際仲裁については2017年に閣議決定されたいわゆる骨太の方針に国際仲裁の活性化に向けた基盤整備を記載していると承知しております。このこのととにより政府が一丸となって 国際仲裁の活性化を進める意思が各方面に明確になって、経済団体も骨太の方針に記載されたことを重く受け止められたのだろうと思います。まあ、昨日、ですね今年の骨太の方針の原案が公表されたと承知しておりますが、国際調停について、どのような取り扱いになるのでしょうか、伺います外務省大臣官房、片平参事官。 お答え申し上げます。国際調停に関しましては、これまで国際的な執行の枠組みが存在しなかったため、とあ仲裁と比較して、その利用があまり進んでいなかったという事情がございます。しかしながら、今後、調停に関するシンガポール条約の締約国が増加することにより国際的にも、国内的にも国際的にもその利用が進んでいくことが期待されます。委員ご指摘の骨太の方針において、国際調停について取り上げるべきか否かにつきましては、政府全体として判断、 すべき事項であることから、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたいと存じますが、本条約の締結について、国会においてご承認いただける場合には、まずは、えー、国際調停の利用を促進する観点から。 定約国の拡大にに向けてて積極的に取りり組んでいいきたいと考えておりますまた、関係省庁間でよく連携しつつ、国内外のビジネス関係者や放送関係者への広報活動を通じて、朝廷による生じ紛争の解決のための環境整備に努めていく考えでございます畑次郎君。の国際生じ紛争が起きた際に、まあ、国際朝廷の活用のための環境整備を推進するのであれば、 国際仲裁のときと同様に、骨太の方針等の閣議決定文書に今後の措置を記載することで、政府の意思を、決意を見せることができるのではないかと思いますが、外務省が積極的に他省庁も巻き込んで、閣議決定文書の記載に向けた働きかけを進めても良いのではないかと私は考えますが、林大臣のご見解はいかかがでしょうか林外務大臣。 このシンガポール条約は、生子紛争の解決方法である朝廷の利用を促進する目的を有しておりまして、この締結によりまして、はが国の経済発展にも寄与するものであると考えております。この朝廷と仲裁、それぞれ特徴がありまして、紛争の当事者がその特徴を踏まえて、まあ、自由に選択できるということが重要だと思っておりまして、そうした観点から、この条約の締結について、国会においてご承認いただける場合には、ですね我が国の締結を契機に、 国際仲裁とともに、この国際調停の活性化、これについてもですね積極的に取り組んでまいりたいと思っております畑次郎君。骨太の方針に盛り込むというお話まではいかないかもしれませんが、いずれにしましてもあの、おっしゃる通り、我が国の経済発展にも寄与することだと思いますので、この分野で日本がリーダーシップを発揮することを期待しております。 次に、二千二十二年国際コーヒー協定について伺いますが、私も毎日一二杯は必ずコーヒーを飲んでいて、まあ。生活に欠かせない必需品だと思っておりますが、まあ、世界のコーヒー消費量が増加傾向にある中で。本協定の重要性は増していると思います。しかし、最大のコーヒー消費国である米国は。二千十八年にトランプ政権下で国際コーヒー協定から脱退した。 とということは先ほどもお話にありましたであのトランプ大統領はお酒もタバコもコーヒーも召し上がらないと聞いたことがあるので、まあ、そうしたことも影響したのかもしれませんが、米国の脱退について、衆議院での質疑で政府は主要なコーヒー輸出国の多くが加盟し、輸入国につきましても、アメリカ以外の主要なコーヒー輸入国のほとんどが加盟していると説明しています。しかしか最大の消費国が国が際コーヒーヒ協定に参加することは極めて 重要なのではないかと思いますので、まあ、政府は米国が国際コーヒー協定から脱退した理由をどのように分析し、まあ、今後の復帰の見通しについて、どのような認識をお持ちでしょうか外務省、ナマズ経済局長。 委員ご指摘のあったとおりでございます、アメリカは2018年3月に2007年の国際コーヒー協定から脱退する旨の書簡を送付しておりまして、その中では脱退の理由については示されておらないわけで、現在も脱退の理由を明らかにしてございません。 その後、2021年にはバイデン政権が発足いたしましたけれども、残念ながら現時点におきましても、米国が国際コーヒー機関に復帰する動きは見られていないところでございます畑次郎君。なんで脱退したかっていう、まあ、内容について表明はされていないけど、何かその外務省としての分析というのは特にないということでしょうか。生津経済局長 外務省としてこう考えるということについては、特に公表するようなものはございません畑次郎君、まあ、バイデン大統領はの2021年の就任直後から、WHO からの脱退を撤回して、まあ、温室効果ガス排出削減等の国際枠組みであるパリ協定への復帰も果たすなどして、まあ、国際協調を重視する姿勢を示していらっしゃいます。まあ、岸田政政権権はこうしたバイイデン政権との間でハイレベル 会談を繰り返していますので、まあ、日米間の信頼関係は十分に調整できているのではないかと思われますが、まあ、第4位のコーヒー消費国である我が国主導で、米国にコーヒー協定への復帰を促してもいいと考えますが、外務大臣としてのお考えをお聞かせください。林外務大臣、えー。この世界最大の輸入国であるアメリカが、ですねコーヒーに関する国際的な政策協調の場である国際コーヒー機関に復帰すると。 いうことは望ましいことであると考えておりまして我が国としても機会を見ながらそうした立場に基づいてですね米国としっかり一つを図っていきたいと思っております畑次郎君ありがとうございますまあぜひとも林大臣のリーダーシップに期待しておりますあのコーヒー産業は生産者をはじめとした民間部門で成り立っておりますので各国政府だけでなく幅広い関係者の声を聞くことが非常に重要だと考えます 現行の2007年協定においても、民間部門諮問委員会や、コーヒー産業における金融に関する協議のフォーラムといった民間部門を含む機関が設置されていますが、2022年協定ではこれらの機関を停止して、産上加盟委員会や、コーヒー官民作業部会が新設されると承知しております。 本協定により民間部門の関与が一層促進されるとの認識か、まあ、政府参考人のご説明をお願いいたしまナマず経済局長、はい。2022年の国際コーヒー協定では、国際コーヒー機関の効率的、効果的な運営を行うため、 また民間部門との協力関係の一層の充実を図るために同機関を構成する助言機関等の構成が改められるとともにその中で民間部門の参加に係る規定が一層強化されております。具体的には民間事業者や市民社会は三助加盟員として機関の活動に関与することができる規定を設けたほか官民連携の主な枠組みとして加盟国政府の代表と民間部門 部門の代表から構成されるコーヒー官民作業部会が新設されてございますすべての産助加盟員で構成する産助加盟委員会 は、諮問機関として理事会の要請に応じて勧告を行うこと等ができるほか、その議長及び副議長は、国際コーヒー機関の意思決定機関である国際コーヒー理事会において発言権を有しております。また、コーヒー官民作業部会は、コーヒー産業に関する官民対話等を行い、その討議の結果や勧告等を理事会に提出することになっております畑次郎君、丁寧なご説明をありがとうございました。 まあ国内でも、全日本コーヒー協会を中心とする民間団体や、商品を生産、流通する各社が、コーヒー産業に携わっておりますが、こうした民間部門から政府に対してどういった意見や要望が出されているのか、またあの政府はこれまでそのような声を国際コーヒー機関の活動において、いかに反映し、新たな協定の下で、今後どのように生かしていこうとお考えか、政府参考人のご説明をお願いいたします。 農林水産省大臣官房、宮浦新事業、食品産業部長お答えいたします。コーヒーの主要メーカーなどが参加しております、全日本コーヒー協会におかれましては、現在、国際コーヒー機関の取り組みに参加をいただいておりまして、国際的な需給安定等に貢献をいただいておるところでございます。この全日本コーヒー協会におきましては、今回の協定の締結にあたりまして、継続して協定に加盟するよう、 といいいう要望をいただいておりますまた、協会といたしましても、引き続き、ICO の取り組みに参加したいという意向を示されておられるところでございます。政府といたしましては、今後、この全日本コーヒー協会から、参与加盟員として参加するという要望がありましたら、ICO 理事会の議長に申請書を提出するということになりますが、その際に必要な加盟国としての支持、あるいは、 あ理事会での決定を得るために必要となります。まあ他の加盟国への働きか働きかけ、こういったところに取り組んでいきたいと考えているところでございます。畑次郎君、ありがとうございます。まずあの先ほど申し上げた通り、まあ私あの毎日まあ美味しくコーヒーを飲ませていただいておるんですが、まあ劣悪な環境の環境、まあ労働条件の下で栽培されているコーヒーも。 たくさんあると承知しておりまして、まあの、飲みながらたまに後ろめたさも感じておるんですが、まあ、協定の第2章はまあ持続可能な開発について規,制規定されていて、公、まあ、費産業に従事する方々の生活水準や労働条件の向上についても考慮するとまあ条文化されておりますので、まあ、そうした取り組みについてもぜひとも、 あの推進していただくことをお願い申し上げます。で、最後にあの漁業補助金協定を追加する wto 協定改正議定書についてお伺いいたします。本協定第3条で違法無,無報告及び無規制まあ、iu 漁業への補助金交付禁止措置の適用対象から、まあ、一定期間除外されるなどまあ、後発開発途上加盟国を含む開発途上加盟国が。 交付すする補助金には配慮規定が盛りり込ままれておりますこうした配慮規定が設けられた経緯について、政府に、参考人にお伺いいたします生津経済局長、はい、漁業補助金協定は、開発途上加盟国に関し、一定の規律については、本協定の効力発生の日から2年間に限り、その適用を猶予すると。 いった優遇措置を設けておりますこれは開発途上加盟国の早期締結を促し、同協定の早期発効につなげていくための仕組みとして設けた規定であるというふうに認識をいたしておりますちょっと先にあの水産庁の方、来ていただいているみたいなので、お伺いしますが、本協定に違反した国に対して、まあ、我が国はどのような対策を講じているのか、参考人の方からご説明をお願いいたします。 水産庁山口漁政部長お答えいたします IUU、いわゆるその違法操業等によりまして、漁獲された漁獲物、こちら、本協定とは関係ないエリアでございますけれども、マグロ類を含む一部の魚種は、地域漁業管理機関による国際的枠組みに基づき管理が行われておりまして、例えばマグロ類の輸入に関しましては、 漁漁漁船によっってて獲獲された漁獲物ででないいことの確認を輸入段階で行ってございますまた、昨年12月には水産流通適正化法が施行されておりまして、外国漁船により違法な採捕が行われる恐れが大きいと認められるいくつかの漁種につきまして、輸入の際に適法に採捕されたものであることを称する外国政府の政府機関等により発行された証明書等を添付しなければならないと。 いうことにしてございます今後とも IU 漁業撲滅の流れに寄与すべく違法な漁獲物の流通防止対策を推進してまいりたいと考えてございます畑次郎君ご説明ありがとうございましたであの WTO 協定上公発開発途上国の定義は国連の定義が準用されておるんですが開発途上国は各国の自己申告制となっております、まあ、十分な経済成長を遂げているにもかかわらず開発途上国と自称している国の扱いについて政府の 見解をお伺いいたします生津経済局長委員、はい、ご指摘のとおりあの、漁業補助金協定には、開発途上国開発途上加盟国の定義についての規定はございませんで、WTO における運用上、開発途上国であるということを自ら表明する加盟国を開発途上加盟国としております。 本協定は開発途上加盟国に関し、一定の規律については協定の効力発生の日から2年間に限り、その適用を猶予するなどの優遇措置を設けておりますけれども、一定の規定の猶予が、適用が猶予されるのは2年間ということでございまして、2年後には基本的に開発途上加盟国も他の加盟国と同様に義務を負うことになります。我が国としては、WTO 加盟各国は、それぞれの状況に、 現状に応じた責任と義務を果たすべきであり本協定における優遇措置につきましても真に必要とする国に認められるべきと考えております我が国といたしましては各国が締結した後にどのような対応を取るかを見つつ要すれば関係国と緊密に連携しその旨の働きかけを行っていく所存でございます畑次郎君ありがとうございますえっと本協定の第七条では開発途上加盟国を援助するための任意の資金供与の 仕組みが設置され日本は WTO 全加盟国の中で最初の拠出国として9000万円を拠出したと承知しておりますで、拠出金額の算定根拠について簡潔にご説明をお願いしますナマズ経済局長はい漁業補助金協定の第70によりまして本協定に基づく規律の実施のために開発途上加盟国を援助する任意の資金供与の仕組みが設置されております この仕組みは、本協定の発行前でも拠出を行うことができることとなっておりまして、我が国は本年2月に9000万円を他国に先駆けまして拠出をいたしました。 我が国の拠出金額につきましては、この仕組みの設置の意義および重要性に加え、WTO 事務局が設置した全体の目標、関連国際機関や他の主要加盟国の拠出予定額を含む拠出状況、我が国の予算状況等を総合的に勘案し、決定したものでございます畑次郎君。承知しました。最初の拠出国になった意義について、最後に林外務大臣にお伺いいたします。林外務大臣 この資金共有の仕組みですが、開発途上国による漁業資源管理を促進するということを通じて、 漁業や乱獲された資源等に関する補助金にかかる国際的な規律の実施にです、ね、貢献するためのものであります。我が国としてこうした持続可能な形での世界的な漁業資源管理に積極的に貢献していく考えでありまして、こうした観点からもです、ね、我が国が最初の拠出国として主導的な役割を果たした意義は大変大きいと考えております畑次郎君、お時間になりましたありがとうございました。